です。ゆっくりマリサだぜ。私ね、未だに目をつむると浮かんでくるの。うん？何がだ？欧州遠征で日本代表が決めたゴールの数々が。おお、そうなのか。セルフハイライト集だな。月額基本料も不要だしお得な状態じゃないか。私もあの歓喜の輪に飛び込んでいきたい。汗にまみれてもみくちゃにされてみたいの。あらや、これはちょっとおかしな方向へ走り始めているな。よしじゃあ、今日はそんな夢見心地の霊夢を現実世界へ引き戻すために、欧州遠征で見えてきた収穫と課題を見ていこうかな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。初戦のドイツ戦から軽く振り返っておこう。昨年のワールドカップのグループリーグ敗退から一向に調子の上がらず不振にあえぐドイツはどうしても勝利が欲しい。代表チームの人気回復への起爆剤として日本へリベンジを果たすためドイツの地へ日本代表を招待した。絶対に負けられない状況で挑んでくる相手に対し、苦しい試合になることは明らかだった。絶対、ワールドカップの時のようにはいかないと思ったよ。しかし、カタールワールドカップの課題を踏まえた日本代表は前線からのプレスと奪ってからの素早い攻撃を展開していく。自陣からもしっかりとボールをつなぐことでポゼッション率を上げることに成功した。それでいて相手の隙を徹底的につき、サイドチェンジを起点に右サイドからの仕掛けで先制ゴールを奪ったんだ。直後に同点に追いつかれるも再びサイド攻撃が功を奏し追加点を奪うことに成功。2-1 のスコアで前半を折り返す。ワールドカップの時の前半とは全然違う展開だったよね。後半はシステムを変更、5-4-1 ブロックを形成し前がかりで来るであろうドイツの猛攻へ備えた。より強固になった守備に攻めあぐねるドイツに対し森保監督は攻撃的カードを切っていく。途中出場の久保建英が終了間際のにアシストで試合を締めくくり終わってみれば 4-1、日本の圧勝に終わった。うわぁ、思い出しただけで鳥肌がすごい。もはや羽が生えてくるかも。私、お空飛んじゃう？まだまだ夢見心地が続いてるようだな。この試合に関しては課題という課題は見当たらないと言っていいほどの試合運びだった。もちろん失点はあったがドイツ相手に1点に抑えた守備は特筆に値するほどだ。終始一貫してチャレンジを続けた攻撃陣もさることながら相手の先手を取るようなベンチワークも含めて、ほぼ完璧な試合運びで今後の日本代表の財産になるほどの収穫を得たと言ってもいいんじゃないだろうか。ふおおお、私たちは歴史を目撃したのよ。そのドイツ代表戦の勝利があったからこそ、続くトルコ代表戦ではさらなるトライをすることができた。ドイツ撃破によって多くの選手のモチベーションが高まった中、中2日の状況もあり大幅にメンバーを変更。ドイツ戦の先発10人を入れ替える大胆な采配で選手層の底上げを見据えて試合に臨んだ。この試合前に森保監督は選手ミーティングで、チームをガラッと変えて、今日出すけど、プレゼントで出すつもりは全くないからね。この試合で勝つためにと、これから先、我々が勝っていくために、我々のパワーを上げていくところ、そのために今日のメンバーを選んで送り出すので、そこを忘れずに、しっかりと戦っていきましょう。と声を上げてチームのモチベーションを上げて試合へ送り出していたぜ。うおお、これは選手燃えるよお。この試合はスコアこそ 4-2 と快勝と言える得点だったが内容の方は多くの課題を残すものとなったぞ。ディフェンダーマイクマ、ミッドフィールダー伊藤敦樹などの新戦力が躍動する一方ディフェンスラインは終始不安定さを見せたな。後半ミッドフィールダー遠藤、センターバック冨安を投入すると安定感を回復したが楽に主力組と控え組のレベルの差が露呈することになった。確かにこの二人が入ってからの安定感は断地だったよ。しかし、主力組が途中出場で高いレベルを見せることは多くの選手に刺激を与えることにもなる。そういった点を踏まえると、結果もさることながら、チーム全体として大きな成果が見られる遠征となった。この2試合を通して森保監督は、より多くの選手たちとチームの戦術的なコンセプトを共有することができたのは非常に大きかったと思います。ドイツと戦った中で、我々はピッチ内でやるべき攻守の切り替えの部分であったり、攻撃の優先順位、守備の優先順位ということを確認した上で勝利ができ、自信を深めることができた。トルコ戦ではさらに多くの選手がドイツ戦を踏まえてコンセプトの練習をし、またそれを試合の中で確認をできたということは非常に大きかったと思っています。勝って自分たちがやるべきことにさらに自信を持ち、納得してレベルアップしていくことが大切だと思います。と語っているぞ。国際親善試合の目的は勝つことだけじゃないもんね。勝てればチームの雰囲気も良くなっていいことなんだけど、実戦の中じゃなきゃ見つけられない課題ってたくさんあるんだよね。その通りだぜ。ではこの遠征を通して見つかった課題について確認していこう。一つ目の課題は主力組と控え組のレベル差だな。ほうほう、これは特にボランチから後ろのポジションで顕著になった。センターバックはドイツ戦は冨安と板倉。トルコ戦は谷口と町田が組んだわけだが、やはりラインコントロール、対人守備力、ビルドアップすべての面で見劣りしてしまう。ふむふむ、
トルコ戦でのディフェンスラインの4人は初めての実戦だろうから連携面で難しい部分はあったわけだ。しかし、このあたりはチームとしての守備コンセプトが欲しいところだ。ディフェンスラインをどのあたりに保つのか、ビルドアップはどうしていくのか。これがセンターバックの顔ぶれが変わるたびにブレてしまうとチーム全体としての戦い方に大きく影響する。個人の能力でできること、できないことはあるわけだがチームとして守備コンセプトは早期に確立して浸透させる必要があると思うぜ。攻撃は守備から始まるっていうもんね。誰が出ても一定の水準が保てるようにしたいよね。次はダブルボランチだな。ここに関しては遠藤、森田コンビの安定感がすごすぎる。アジアレベルではどちらかがいれば良さそうだがもう少し上位の国との対戦となると少し不安がある。これはもう個人レベルで強度を上げてくれないとどうしようもないんだな。今回は伊藤敦樹、田中碧が入ったりしたが結果はトルコ戦が物語っているわけだ。ワールドカップ本大会で強豪との対戦となった時遠藤森田のどちらかが欠けていたらかなり厳しい。3年後の本大会を見据えると今のうちから鎌田や板倉をボランチで試しておいてもいいのかもしれないぜ。攻守の要だからね。これは結構重要なポイントだよ。そして攻撃面だがこれは2試合で8得点と文句つけどころがなさそうに思える。攻撃は良かったよ。だって8点も取ったもん。だが、ここも課題が見えるぜ。ほんまでっか？ポジティブな課題ではあるが、久保建英の起用方法だ。これまでの久保は日本代表では右ウィングの伊藤の2番手という立ち位置だった。しかしトルコ戦でのパフォーマンスを見るとこれほどの選手をベンチに座らせておくのは正直もったいない。現在のトップ下の鎌田をボランチへコンバートしてでも久保を使う価値はあるのではないかと思うぜ。確かに、トルコ戦での久保くんトップ下はワクワクしたよね。元サッカーダイジェスト編集長の六川徹氏がこう言っているぜ。森保監督もスペインで活躍している久保を長い時間起用したいと思っているだろうが、3トップの右のレギュラー伊藤はカタールワールドカップのアジア予選、本大会でコンスタントにゴールとアシストを記録。この日のトルコ戦でも後半30分、自陣からスピーディーなドリブル突破を披露し、自ら獲得したペナルティキックを冷静に決めるなど持ち味を遺憾なく発揮した。そんな伊藤の牙城を破るのは非常に難しい。しかしトップ下なら、主軸格の鎌田にはないドリブル突破、俊敏な動き、トルコ戦の右サイドで先発したドゥアンとの絶妙な連携プレーといったストロングポイントを示せる。右サイドよりトップ下の方がレギュラーに近いと思う。トルコ戦ではきっちり自由に動き回って攻撃を活性化させてたよね。鎌田はスペースを使ってボールを受けたり、味方へスペースを作り出したりと久保とは違うタイプで、オフザボールの動きは一級品だ。トップ下に久保その後ろボランチの一角に鎌田がいても十分機能しそうだ。そうするとボランチの人材問題も目処がつきそうなのでは？守備強度の面では遠藤森田が一歩リードしてそうだがな。ボランチ鎌田も試す価値はありそうだ。このあたりの議論についてはネット上でも様々な意見が上がっているぜ。ドイツ戦では鎌田が前後左右に効果的に動き、三笘や伊藤が個性を発揮するためのスペースを生み出したことが奏功した。これがチームの連動にどれほど一致したかは、計り知れないものがあります。久保は鎌田とは違ったアプローチで攻撃にアクセントを与えられる選手なので、対戦相手の戦術や試合状況に応じて使い分ければいいだけのこと。もうどっちがいいとかのレベルじゃなくなってきてるのよね。どっちもいいから困る。攻撃陣はタレントが豊富すぎてな。伊藤、三笘はスピードやドリブルとか派手なプレーで誰が見ても目立ちやすいけど、その分鎌田が地味に黒子役をやってるし、トルコ戦の久保は前プレーヤー間で受けて相手釣ったり、ボランチまで下がって配球役したり、最年少に何させてんのってぐらい働き鉢してた。対戦相手や試合展開によって使い分けでいいと思う。有能な選手がたくさんいるから相手によって一番効果的な選手を使っていくのがいいのかもね。贅沢な悩みではあるが目指すべきは目先の勝ち負けより3年後のワールドカップ本大会だ。その時点での選手の力量を測る術はないが、ある程度想定してチーム作りをしていかないとな。例えば伊藤純也。彼はもう30歳になる。スピード勝負の選手が3年後33歳で迎えるワールドカップで今と同じようなパフォーマンスを発揮できているのか？そんな視点で逆算してのチーム作りも必要なのかもしれないぜ。うわぁ、月日の流れというものは残酷なものだね。ということで日本代表の今回の欧州遠征の課題と収穫について話してみたぞ。代表チームは来月も強化試合が予定されている。それまで各クラブに散って厳しい戦いに挑む選手たちを応援しつつ、またサムライブルーのユニフォームで躍動してくれる日を楽しみにしよう。そうだね。欧州ではチャンピオンズリーグも始まるし楽しみがいっぱい。そんなところで今回の動画は終わりにしようかな。最後までご視聴ありがとうございました。動画が良かったらチャンネル登録よろしくね。最後までご覧いただきありがとうございます。真ん中の丸いのを押してチャンネル登録もお願いだぜ。下の動画たちも見ていってくれると嬉しいです。あ、どうしよう、余った時間でじゃんけんする？
顔しかないからじゃんけんはやめといた方が。最初はぐんぐんじゃんけんぽん、バーイ、だからやめとけって。